ヤンコレル別名ヤンヨーステンは、チェコ、南ボーヘミア州、スメタノバルホタ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワードで、チェコ代表であった。ヤンコラーと表記されることもあるが、2019年に、初来日した際、サッカーキングによるインタビューで、コレルが正しい発音であると答えた。1991年に、 ZVVZ ミルフスコでプロ生活をスタート。1994年にチェコの強豪クラブスパルタプラハへ移籍し、リーグとカップ制覇を果たす。身長202センチメートルの長身を生かし、得点源として活躍し始めたのは1996年にベルギージュピラーリーグのロケレンへ移籍してからで、1998から99シーズンには27得点を挙げて、 得点王に輝き、1999年にはアンデルレヒトへ移籍すると同時に、同年のチェコ最優秀選手にも選ばれた。2001年にはボルシアドルトムントに加入。ここでも得点を量産し、2001から02シーズンのリーグ制覇に貢献した。2005から06シーズンは、左膝の十字人体断裂で長期間の戦線離脱を余儀なくされるが、 シーズン終了間際に復帰。2006FIFA ワールドカップに出場するチェコ代表に選出され、本戦でもゴールを決めるなど活躍したが、その試合で負傷。その後チェコ代表は敗退した。2006から07シーズンからは、フランスのモナコに移籍。2008年1月ドイツ分デスリーガのニュルンベルクに移籍した。 同年に開催されたユーロ2008では3試合に出場し得点を挙げたがチームはグループステージで敗退した。2011年8月17日に現役引退を表明した。チェコ代表におけるゴール数は55で歴代1位、キャップ数は91で歴代3位となっている。現役引退後はエースモナコの C チームの監督を務めていた友人に、 誘われ、2012年から、ディビジョン・ドヌール・レジオナルに所属するモナコの C チームで、プレイイングマネージャーとなった。2016年に対談した後も引き続き、モナコに在住し、現在は、ルス・スパルタ・プラハのフランス担当スカウトについている。ありがとうございます。